3、2、1。はい、このメニュー。はい、最近、ぐだぐだ生放送を試行錯誤していますゴリラです。今度生ロイドさんを試してみますぜ。今回のテーマは、エクストラとエクステラとそれぞれの特色と大まかな概要を取り上げます。ややこしいけどトラとテラでかなり違いがあるぜ。まずエクストラとエクストラ CCC は、2030年代の近未来を舞台にした電脳っぽい雰囲気の話です。ジャンルはダンジョン探索 RPG。じゃんけんのような読み合いバトルが特徴的だぜ。一方エクステラ及びエクステラリンクは、ハイスピードサーバントアクション。いわゆる、無双、アクションとジャンルが大きく変わっています。リンクで対戦モードが追加されて荒削りだけどゲーム性部分は、かなり改善されたよな。ここの作品は置いといて、まず、トラ、二部作は、赤セイバー、キャスコ、エミヤっぽいけどエミヤじゃない赤い人の3人から、ただ1人を選びます。CCC だとギルガメッシュが追加されて4人になるぜ。今でこそナスさん及び FGO から入ってきた人には当然のようなネロとタマモの腐れ縁ですが、この頃は本編だと CCC の隠しボスタマモくらいしか接点はありませんでした。ナスさん的には、赤セイバー、キャスコ、無名さんトリオは、割と仲良いのか接点あって当然みたいなテクスチャー、押し付けてくる感じ。ネロとタマモに接点があるか否かの問題って、どうしても埋まらない溝に見えるのが辛いところです。ただこの2作って、どうしても PSP という1世代どころか2世代レベルの旧世代ゲームハードですし、他はプレステビータですが、こちらも2019年に国内での生産、出荷を終わる予定の、旧ハードです。悲しいなぁ。あと開発会社のイメージエポックが、今はもう倒産しちゃってて販売元のマーベラスが引き継いだのがエクステラシリーズですが、まずジャンルが無双アクションに変わったこと、次に初代エクステラがかなり単調でぶっちゃけアクション面では微妙なこと、リンク、で前作の不満点の大半は、改善されててアクション面だと進化してるんだけどな。ただ初代エクステラで一番賛否が分かれたのって、ナスさんのネロとタマモの距離感と、タマモの扱いはいじめ、としか言えないものだったこと。そして PSP と違うエクステラゼロ、お竹放棄日記で公開など色々あったんすよ。ただエクステラシリーズも、アルテラ絡みの話を動かすシリーズのような位置づけで、時系列としても、フェイト、シリーズでは、未来の話を書いてるだけあって、片付き世界の人類がどうなるのかとか結構気になるところだったりします。PSP 時代が二人三脚だとすると、エクステラ時代は力を合わせる話って印象があるかな。プレステ4、プレステビータ、ニンテンドースイッチ、パソコン版と無印テラは、結構移植されてますからね。スイッチ版テラリンが売れたら、プレステ4とスイッチにエクストラと CCC が移植されそう。正直イメイポ絡みのゴタゴタやら、ナスさん的にネロとタマモがワンセット扱いやら、いろいろあると思うんですが、実のところ PSP もビータも持ってない人も少なくないかと思われます。旧式として役目を終えた昔のハード化へっていう意見は、確かに怖い、と思うよな。マーベラスのエクストラ部門は、ことあるごとにセールやってたり、スイッチ移植に合わせてまたツイッターでキャラ紹介始めたりと、結構頑張ってるような気がするんですよね。スマブラで他の地っていうタイミングも、逆にベストタイミングかもな。テラリン結構好きなんですよね。大味だけどそれも楽しいって言いますか。スキルぶっぱが楽しいと言いますか。エクステラには、シナリオの流れ自体ができてるらしいのでベルバー、フォーリナー周りの話が動いてほしいですね。アビーと BB。実はエクステラシリーズの未発表新作で交流を深めてた説。ちなみに手っ取り早いのは、ロビーナ版。エクストラシリーズは、新設定が妙にマニアックだったりするけどそこら辺も深掘りしていく方向性でやっていきたいと思います。エクストラ世界の歴史やら、その辺やらまとめても面白いかもな。12年後だか14年後にエクストラの時代が来るのか、果たしてどうなることやら、最近結構頑張ってるマーベラスに期待しよう。エクストラとエクステラは、ジャンルも違う別シリーズですが、相互関係にあるのも間違いないので、スイッチ版テラリン売れたら、また変わってくると信じてます。それじゃ今日のところは、
ここまで。今さらエクステラ実況ライブを生ロイドさんを通してできると信じて、やっぱソフト送手打ち生放送は無理があったぜ。